正しい宗教と信仰から仮想・菩装について知りたいここで言う仮想・菩装は家や墓の位置方角構造などからその吉居を休む人の子不幸を占うという意味であろうと思いますがその因果関係や科学的根拠は全くありませんまして今日のように住宅事情が思うようにならない状況下で 台所はどの方角に作ってはいけないとか、トイレはどの位置、玄関は何向きといったところで、それらの条件をすべて満たすことなど不可能なことです。例えば、南側に道路がある土地に、北向きの玄関の家を作るように言われても、到底できないことです。むしろ、このような現状を無視した考えで、仮想、 母装をとととやかかく言うここ自体がおかしなことなのです。確かに、新しい家を建てる場合、その、地形や方角、通気性など、それぞれの生活用途に応じた構造を考えなくてはなりません。しかし、これは、設計上当然のことであって、改めて仮想を持ち出すまでもありません。世の中には、占い師が競争と判断する家や墓地を持った人は、 大勢いると思いますが、その人たちすべてが不幸になったという話は、未だかつて聞いたことはありません。それよりも、占いの言葉を信じたために、帰って不幸な毎日を送る場合の方が多いのです。このような迷信は知る必要もなければ気にする必要もないのです。仏法には、えしょうふということが説かれています。これは、簡単に言うと、 商法となる人間と、それを取り囲み、商法によって影響される絵法とが一体だということです。これは、商法たる人間があくまでも中心になるということですから、いかに立派な御殿のような家でも、中に住む人が掃除が嫌いならば、汚れた家になるでしょうし、方角が悪いと言われる家でも、福徳のある人が住むならば、家も安泰となり、商法を保つ人が住む家ならば、新人によって、 情弱高度の家ともなるわけです。これについて、日蓮大聖人は、主情の心、汚れれば、ども汚れ、心、清ければ、ども清しと、で、浄土といい江戸というも、どに二つの隔てなし。ただ、我らが、心の善悪によると見えたり、と仰せられています。所詮、家や墓などは、 商法たる私たちの心や人格がそのまま反映する絵法の一文なのです。私たちが福徳を身に備え、小宝をしっかり護持し、精進するとき、初めて、絵書ともに、成仏の境外に至るのです。